温情の豊かな夏目さん。うちだろあん。夏目さんとは最近は会う機会がなかった。その作もほとんど読まない。人の評判によると夏目さんの作は一年増しに上手になっていくというが、私はなぜだかそうは思わない。と言って私は近年は全然読まないのだから批評する資格はもちろんないのである。新聞記事などによってみると、夏目さんは自分の気に食わぬ人には玄関払いをしたりまた会っても用件が済めば、もう用が済んだから帰りたまえ、ぐらいに言うような人らしく出ているが、私は決してそうは思わない。私が夏目さんに会ったのは、猫が出てから間もない頃であった。夏目さんは気難しい黙っている人だとやらに平勢聞いていたから会いたいとは思いながら、ついその時まで見合わせていたような具合で、初めて会った時だってわざわざ訪ねていったのではなかったが、何かのようで千駄木に行ったが、ちょうど夏目さんの家の前を通ったから立ち寄ることにした。一体私自身は性質として初めて会った人に対してはあまり打ち解けない。初めての人には30分以上はとても話していられない性分である。ところが、どうしたことか、夏目さんとは100年の月のごとしであった。ちょうどその時夏目さんは障子を張り替えておられたが、私が入っていくと、こう言われた。どうも私は障子を半分張りかけておくのは嫌いだから、失礼ですが、張ってしまうまで話しながら待っていてください。そんな風で二人は全く打ち解けて話し込んだ。私は大変長座をした。夏目さんは陣によってあるいは門前払いをしたり仏教化をしたりするというが、それも本当だろう。しかし私は初めてからそんな心はしなかった。英雄人を欺くというから、あるいはそうかもしれんが、しかし私はそんな気持ちはしなかった。その後は何かの用があったりして、ちょいちょい訪ねていくこともあったが、いつでも用談だけで帰ったことがない。お坊がしいでしょうから20部ぐらいと断って会う時でも、やはり2時間も長座をするのが常例だった。夏目さんはすく人を歓迎する人だったと思う。空とぼけた態度などを人に見せる人ではなかった。それに話が非常に上手で、というのは自分も話し客にも断絶させることに誠に妙を得た人だった。元来私は談話中にダジャレを混ぜるのが大嫌いである。私は夏目さんに何十回談話を交換したか知らんが、ただの一度もダジャレを聞いたことがない。それで夏目さんと話すくらい気持ちの濃いことはなかった。夏目さんは大抵1時間の談話中には2回か3回、実に異常品なユーモアをこねる人で、それも全く無意識にほとばしり出るといったようなところがあった。また夏目さんは他人に頼まれたことをすく快諾する人だったと思う。随分嫌な頼まれごとでも心よく承諾されたのは一切でない。ある時などは、私は万年筆のことを書いてくださいと頼んだ。若い元気の濃い文学者へでも、こんなことを頼もうものなら、それこそムキになって怒られようが、先生は別に嫌な顔などはせられなかった。ただ、僕は困る、と言われた。と、私は、いえ、悪くさえ言わねばいいから、情報なもの代に書いてください、と頼んだ。そんな風で、いわばこちらで書き上げたものにただ署名してもらうくらいにしても快諾されたことがある。私は夏目さんとは10年以上の交際を続けたが、
あまり頻繁に往復しなかったせいでもあろうけれども、ただの一度も嫌な思いをさせられたことがない。なるほど、時としてはつむじ曲がりだと世間に言われるようなこともあったかしれない。千駄木にいられた頃だったか、西園寺さんの分子会に出席を断って面白いホックを作られたことがある。その句は忘れたが、何でもホトトギスの声は聞けど模様を足している神は出られないというような意味のことだった。夏目さんは門下生には大変良かった。また家庭も至極円満のように思う。近頃新聞など色々のことを書くそうだが、そんなことは何かの勘違いだと私は思う。もっとも病心のために時には気難しくなられたのは事実だろう。子供のことにはすく心をかけられる性質で、日曜日には子供がめいめいの友達を連れ込んでくるので、まるで日曜幼稚園のようだと笑っていられた。柵から見れば夏目さんはさぞかし西洋趣味の人だったろうと想像する人もあるようだが、私の見たところでは全くしな趣味の人だった。夏目さんの座右のものはほとんどすべてしな趣味であった。ガラスのインキスタンドが大嫌いで、先生はわざわざ自身で考案して端口に作らせたことがある。ところがその出来上がったインキスタンドは実に嫌な格好のもので、夏目さん自身も嫌でしようがないとこぼしておられたことを記憶している。さよう、原稿紙もしな風のもので、特に夏目漱石さんの嫌いなものはブリューブラクのインキだった。万年筆は絶えず愛用せられたが、インキはいつもセピアのドローイングインキだったから、万年筆がよくいたんだ。私が一度、いい万年筆を選んで、自分で使い慣らしてからインキを一瓶つけて持たせてやったことがあるが、そのインキがブリューブラクだったから気に入らなかったそうである。夏目漱石さんはあらゆる方面の感覚にデリケートだったのは事実だろうが、分けても色に対する感覚は特にそうだったと思う。ブリューブラックを使えば帳面をつけているような気がする、とすく言われた。その割に原稿は極めて汚かった。句読の切り方などはめちゃだった。もっとも晩年のことは知らない。そのくせ書にかけてはおそらく我が文壇の人では第一の達人だったろう。修善寺時代後の夏目さんはあまり王法外出はされなかったようである。その当時、私の家に来られたことがあるが、一ヶ月ぶりで竹を訪ねた、と言われた。その頃は多分字を用事していられたかと思う。生まれて初めて外科の手術を受けたとのことで、実にいささかな手術なのに特賞して、その手術の時のことを話された。軽い手術だから医者は局部注射の必要もないと言ったが、夏目さんは強いて股下炎注射をしてもらった上に、いざ手術に取り掛かると実に痛がる様子を見せたので、看護婦どもが笑ったそうである。そんなことを話してから夏目さんは、近頃、主人公の威厳を損じた、と言って笑われた。前にも言った通り、私は夏目さんの近年の長編をほとんど読んでいないと言ってよろしい。よし新聞や何かで断片的には読んでいるとしても、私はやはり初期の作が好きだ。特に短編に好きなものがある。文鳥、のようなものが良いと思う。猫、ぼっちやん、草枕、ロンドン島、カーライル博物館、こんなものが好きだ。要するに夏目さんは、感覚の鋭敏な人。ダジャレを決して言わぬ人、談話趣味の高級な人、
そして上品なウィットの人なのである。我が分団にはこの方面で独自の人であった。夏目さんには大勢の門下生もあることだが、しかし皆夏目さんの後を継ぐことはできない傾向の人ばかりのように思う。ただ一人ここに居ぐれば、現在は中央分団から遠ざかっているけれども、大谷定石くんがいるだけである。この人は夏目さんの最もいい後継者ではあるまいか。そしてもう一つ付け加えれば、夏目さんは、ほとんどと言ってもいいくらい西洋の新らしい作を読んでいないと思う。それは4年前に、マローの、ファウスト、とかスペンサーのある作とかをしきりに単独していられたことから見てもわかるであろう。